ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 FIA 会長、ボルフのスキャンダルに平手打ちは妥当の話題です。元ボルフと妻のスージーを巻き込んだスキャンダルについて今週調査を開始した FIA は屈辱的な撤回を見せました。メルセデスの代表であるボルフと現在 F1 アカデミーシリーズのマネジングディレクターを務める妻のスージーの間に利益相反と機密情報の交換があったという疑惑に関する調査はビジネス F1 紙が報じた一報を受けたものです。ドイツの大手新聞ビルトの特派員ミシェル・ミレフスキは次のように伝えています。状況証拠すらない。ではなぜ調査なのか。きっかけはビジネス F1 紙の一報だった。この雑誌は発行以来パドックでは怪しげな雑誌として扱われ、評判も芳しくない。前代未聞の出来事であり、 FIA とその会長による政治的意図がより強く示唆されている。ベンス・レイエムが調査を開始した後、ライバルチームはこぞってボルフ家とメルセデスの周囲に集結し、調査を要求したことに自分たちが関与していることを否定しました。同時にメルセデスのライバルチーム Q チームも同じ声明をソーシャルメディアに投稿し、ボルフ夫妻への支持を表明しました。 Q チームの表明した内容は次のような内容です。 F1 チーム代表と FOM スタッフの間で機密情報が受け渡されたという疑惑に関して FIA に苦情を申し立てていないことを確認できる。私たちは来シーズンから当社のカラーリングを着用するエントリー選手のスポンサーとなるというコミットメントを通じて F1 アカデミーとそのマネージングディレクターをサポートできることを嬉しく誇りに思います。退屈なプレスリリースのように聞こえたが、実際は F1 史に残るユニークな出来事だったとビルト紙のミレフスキ記者は続けています。各チームがボルフを支持したことはモハメド・ベンス・レイエムの顔面を平手打ちしたことになる。そして彼と彼の連名もそれに値した。報道ではメルセデスとボルフ夫妻は物議を醸した FIA 会長に対し、風評被害を理由に法的措置を検討する可能性さえ示唆されています。そして衝撃的な展開として、 FIA は調査を全面的に中止しました。ベンス・レイエム率いる F1 統括団体は新たな声明の中で、潜在的な対立を緩和するための適切な保護措置が講じられている、機密情報の不正な開示がないと確信していると述べました。 FIA はいかなる個人も倫理的あるいは懲戒的な調査を受けていないことを確認できると付け加えました。ビルト氏はFIA とその会長にとって屈辱的な失態だと伝えています。この元レーシングドライバーの下での FIA はモータースポーツ界の笑い者になっている。ベンス・レイエム会長は、そろそろ車を止めてハンドルを手放す時だと悟らなければならない。イタリアのガゼッタ・デロスポルト紙のマリオ・サルビーニ記者は、ベンス・レイエム会長の調査が FIA の失態に終わったことに同意しました。Q チームの一致した反応は FIA に衝撃を与えたに違いない。誰かがベンス・レイエムにビジネス F1 の話を信じさせたに違いない。しかし Q チームの声明により FIA は交代するしかなかった。リバティと FOM を代表するステファノ・ドメニカリとベンス・レイエムがバクーで行われる年次 FIA 賞でどのようなやり取りをするのか興味深いところだ。FIA 会長、ボルフのスキャンダルに平手打ちは妥当。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。